カーズラジオ夏子のせ。夏日はカーズです。どうも、クワタイナツコです。あれ、無反応、うん、私は乗らないよって言ったじゃん。そうですよね。いや、クワタイさんの名前だったらせめて乗ってくれるかなと思ったけど、うん、絶対乗んないだって嫌だもん、その後の空気がやっぱり今のもちょっと軽くしんどかった感じしますけども、はい、はい、世間ではゴールデンウィークなんですけども、はいはい、クワタイさん、ご予定はいかがですか？ね、あのレギュラーの仕事は普通にしてるんで、というか、はい、この業界正直ゴールデンウィークはないよね。関係ない、うん、関係ない。あの夏休みとか年末年始はちょっと関係あるかもしれないですけど、あのね、あのもちろん声優さんもちろん、はい、その結局制作に携わってるスタッフの方々も休めないんで、普通に会社員ですよね、うん、その方々ね、会社員なんですけど休めないじゃないですかレギュラーは普通に埋まってるんで、みんなね。そうですよね。だから別に関係ない、普通ですね。むしろ、うん、その電車とかのダイヤが、はい、普通じゃない分すごい嫌なんか見慣れない親子連れがいたりみたいな。そう、あのね、なんだろう、朝中とか朝の現場、早い現場は人が少なくてちょっと楽なんですけど、はい、でもなんかこうその分ね、本数バスとか電車の本数少ないですから、減りますよね、うん、なんかね微妙ですよね。あんま嬉しくない感じですか？そうで、帰ってくるときに、うん、お店とかね、うん、買い物とか行こうと思ってもやっぱすごい人なんですよ。そうですよね。もうね、おやだ大丈夫みんな帰ればいいのにって思っちゃう遊びがあってな。そうそう、そう。でもでですね、先週なんですけども、はいはい、まあ、馬かぶりましてですね、あ、はいはい、ですね、もうゲストを呼ばないと、うん、ああいうことさせられるんだな、この番組はみたいなのがあるんで。当たり前ですよ、そんなの。何、あのさ、一応、はい、カーズラジオってなってんだからさ、そんな消極的でどうすんですか。いや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 頑張ってくださいよ。あれ、僕、オンエアというかね、見ましたけどもね、うん、シュールですよね、絵面的に。そうでした。私ね、まだ一度も見たことないんですよ。あ、本当ですか？うん、パソコンを触らない人間なんで、うん、まあ、見ろって話なんですけど。見ろです。そう、まあね、でもきっと痛いことになってるの。はい。だってあれ動画じゃないんでしょ？動画じゃないで、静止画がいくつか流れました。あーでさー、あー、動画じゃないのきついよね。きついですね。止まってるんですよ、ずっと馬面かぶった2人でディレクターとなーみたいな。何言ってんですか？近いうちにまた似たようなことさせられるんですよ。いや、もうそういうことを避けるためにですね、はいはい、今日もゲストをお呼びしたので、はいはいはい、避けるために。あ、そりゃそうですよ。だってゲストがいればああいうことはなってる。失礼うんうんって言ってる。そんなことはない、はい、そんなことはないです、はいはいはい、そんな感じでですね、はい、今回もですねゲストをご用意してますんで、はい、はい、ぜひともよろしくお願いします。それではカーズラジオ夏子のせスタート。カーズラジオ夏子のせ。改めまして、夏日はカズですまだ言うんだ。どうも、桑田夏子です。続けます。はい、はい、そんな感じですね。今回はですね、こんなメールが届いていますんでご紹介したいと思います。はい、桑田さん、お願いします。私か、はい、こちら練馬区のケロアップデートさんからいただきました。ありがとうございます。カーズさん、桑谷さん、のせの、うん、のせのせはのせのせは、はい、いつもいつもディレクターが思いっきし笑って今いつもコメントのカーズさんの叩かれっぷりを楽しく拝見しています、はいはい、僕は桃井の紹介でカーズ SP を毎日見るようになって、世間のニュースはほとんど知りませんが、オタニュースには詳しくなれました。はい、いつも疑問なのですが、あれだけの量のニュースを集めるのにどれくらい時間を費やされているものなのでしょうか。リンク先の文章を読むだけでかなりの時間を取られていると思うのですが、はい、って聞きますが、あ、質問ですね、はい、確かに、まあ、日によってだいぶニュースの量に差があるんですけども、はい、まあ、そういう時はだいたい昔4時間巡回してて、今はだいたい1時間半か2時間ぐらいなんですけども。それはなんで短縮できるようになったんですか？短縮せざるを得ないと言いますか、昔はニュースサイトだけをやっていたんですけども、うん、今はライター仕事が入ったんで、はいはい、その分時間がなくなってしまったんで、うん、朝5時起きで7時に出社なんで、会社そのあたりの時間を利用して朝巡回してるんですよあ、そうなんだ。そうなんです。朝ネットワークは軽いんですよ、すごく。だから巡回が楽なんですよ。あ、そっかそっか。そんな感じなんですけども、でそんな膨大な量のって話はありましたけども、うん、これコツありまして、はい、最初の方で響かないニュースは、うん、だいたい自分にとっても紹介しなくてもいいような感じなので。へえ、そうなんだ。そうですね、やっぱつかみは OK とか、小説とかでも漫画とかでもやっぱ最初が大事だったりするじゃないですか。で、最初の方を見るとだいたい自分にとって興味があるかないかっていうのは分かるので、うん、
その辺を注意して読むやつはじっくり読みますけども、読まないやつはその最初 その5秒ぐらい読んでピッと切っていくので。あーなるほど。だからそのあたりであの時間が短くなってその分いっぱいサイトを回れるようになったんで、その辺の今折り合いでその1時間半から2時間かけてだいたい50はいかないかな、あの 3,40 ぐらいのサイトでリンク先のネタをいろいろ探していくって感じでやってますね。基本的には毎日更新で、うちはゴールデンウィークでも休まずカーズ SP やってますということで、はい、年中無休で。見る人がさ、きっとねゴールデンウィーク遊びすぎてもうそれどこじゃないんだよね確かにみんな朝から出かけるしねみたいなね。そうそうそう、そんなもう見てないよみたいなね。確かに今日はこれから海だみたいな人多いと思いますよ。でも実際アクセスはだいぶ減りますね休みの。やっぱそうなんだ、はい、ハッピーマンデーねなりましたよね、はいはい、なりました。土日月とか続くと、やっぱりそのあたりでアクセスはだいぶ下がりますね。そうなんだ。私さパソコンやんないか分かんないけど、休みだからみんな私見るんだと思ってたけど、そういうことでもないんだ。連休になると結構減るんだ。あれですね、ジャンルによりますね。ジャンルによって休みの日にじっくり見るというのもあると思うんですけども、うちみたいに毎日更新してるニュースサイトの場合は、だいたい平日に生活の一つのサイクルの中で、組み入れていただいてるんで、その中でやっぱり普通の日常生活でしたら見ていただけるんですけども、やっぱ休みの日は遊び行ったりすると、そっかそっか、あと金曜日の夜がアクセスガタ落ちなんですけど、みんな飲み行ってんのかなと思うんですよね。あーなるほどね、そっかそっか、そういうのもあるんですね。そう、そんな感じのニュースサイト裏事情でしたということで、はい、はい、そんな感じでですね、たくさんのメッセージありがとうございます。棒読みですいません引き続き番組の感想や質問などメッセージをお待ちしております。さてここからは番組のメインコーナーです。桑谷さんよろしくお願いします。カーズアイ、このコーナーでは最近私が気になったニュースを中心にその経緯や今後の動向について話していきたいと思います。それではトピック紹介をよろしくお願いします。オリコン調査、最も笑った漫画は銀魂。4月22日にオリコンで発表された今までで最も面白かった漫画は、900人からインターネット調査した結果総合1位に選ばれたのは週刊少年ジャンプで連載中の銀魂でした。他にも2位にワンピース、4位にセクシーコマンドガイデンすごいよマサルさんが入るなど、ランキングには集英社の作品がずらりと並んでいます。 PSP モンハン効果で2008年ハード別販売台数1位に。発売から約1ヶ月で200万本の販売数を突破したモンスターハンターポータブルセカンド G、 この効果を受けてハードの売り上げも順調に伸びているようです。今年1月1週からの販売台数は132万台、任天堂 DS や Wii を抜いて堂々の1位を獲得しています。タイプムーン新作発表。月姫フェイトシリーズを手掛けてきたタイプムーンが月姫のリメイク版ガールズワーク魔法使いの夜の3本の新作を発表しました。月姫、フェイトが大好きなカーズさんからこの後新作に対する素直な気持ちを全部吐き出してもらいたいと思います。ということで今回はこの3つについて紹介したいと思います。はいはい、まず一つ目がオリコン調査で笑った漫画、こちらランキングをざーっと見たんですけども、集英社多いっす多いですね。やっぱり集英社というかジャンプ、ジャンプ系が非常に多いんですけども、銀魂あたりはだいたい女性も男性からも両方人気が高くて。あ、そうなんだ。これはギャグ漫画なんだ。ギャグ漫画ですね。シュールテーマかなりどぎついてますか、ギリギリのネタがですね非常に面白い漫画なんですけども、2位にワンピースというですね、これってあ桑谷さんワンピースはご存知ですか。ワンピースはね私原作買って読んでるんでわかるんですけど、はい、なんかね意外意外ですか。うん、私の中ではねギャグ漫画っていうカテゴリーに入ってないのね、感動、どっちかっていうと感動する泣ける漫画 で、 そうです、ね、私の場合はワンピースは入っちゃってるんで、笑える漫画なんだでも毎回ギャグはポン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 入る漫画ではあるんですけども、まあね、ちょこ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 は入ってますけどね。でも、まあ、作品の肝的にはやっぱり大泣きしちゃいますよねやっぱりね。ワンピースはね私は泣ける漫画なんですけどね。でもどっちにも入りそうだよね。例えば泣ける漫画でも、もし撮ったとするでしょこのオリコンの調査を、はい、そしたらまたワンピースすごい上に入りそうな気がするどっちにしろ人気あるじゃんって感じですよね、そうだから総合評価が高いってことなんでしょうけどね。確かにそうですね、なるほど。他にランキング内で響いたのありますか桑谷さんは。私ねやっぱのだめカンタービレとかラブコンとかは知ってますからね、はい、まあ、のだめにしたって原作持ってますし、のだめはねでもギャグ漫画っていう
よりもやっぱりワンピースと同じかな、なんか男女とも見て、うん、とりあえず本当に面白かったからっていう感じで入ってるんじゃないかなっていう、うん、でもですね、だいたいセクシーコマンド、あのマサルさんとかですね、はいはい、ギャグ漫画ビューリー、この辺はこってこての稲中卓球部だ、ね、そうですね、うん、この辺はもう完全なギャグ漫画ですよね、ギャグ漫画ですもんね、うん、これすごいね、宇須田京介先生が2つ入ってるんですよね、これマサルさんとピュートフクジャガーがこちらで2つね占めてるということで、あ、本当だ、はい、すごいね、宇須田先生最高でございます、うちなんですよね、まあ皆さんも興味がありましたらね、うん、この辺の漫画を読んでいただきたいなと思います、はいはい、で2つ目、はい、PSP、うん、これがですねモンハン効果で、ハードの売り上げがですね1位になりましたと、うん、はい、今まではですね、まあ、任天堂 DS、うん、ライトが非常に売れていてですね、あの2番手にあった PSP が売れましたが、小谷さんは相変わらず PSP はもう持ち歩いてる、ごめん、もうやってないえ、燃え尽きた、あ、ね、私ね、はい、すごい開きやすいんですよ、はい、で、ね、熱しやすく熱しやすく、めちゃくちゃ冷めやすい性格で、あの多分、はい、私の周りでやる人がいれば、うん、というかいるんだけど、いますよね、声優が多いしやってる人、うん、いるんだけどね、うん、なんかやっぱり、うん、なんかあのデータが消えた時はもちろん、うん、あのその集会に行ってやらせてもらったんですけど、はい、あれも結局行ったのはあれっきりだし、なんかねわざわざ行ってやってっていう、うん、そこまでのね情熱があんまり、私もともとはほらゲームってオンラインにも興味ない人でしょ、あのゲームは一人でやるもんだっていう考えの人だから、うん、嬉しいよそうそう、家でなんかあの普通に自分のペースでやれればいいじゃんって人だから、うん、なんかこう集まってとか、うん、わざわざこうしてああしてっていうのがあんまり私の意識下の中にないんですよ、だからすぐ飽きちゃうんだよねやっぱりでもある時ふとやりたくなったりしませんか、そうそう、そういうのって、だから、うん、でもモンハンってある程度やってないと、うん、リハビリ期間がないと辛いというか間を置いてしまうと、うん、ああもうこれ倒せてたのに倒せなくなっちゃったみたいな慣れがね、そうそう、慣れも必要だから、それもなんかねちょっとめんどくさくて、うん、なんかね、うん、今もうやってあ、そうなんですかやってないけどこれには貢献したよね、あ、そうですね、この盛り上げには貢献しますね、そうそう、盛り上げには200万本の1個だしみたいな、そうそう、ちゃんと買って自分でやってますから私も、確かに、うん、で3つ目のタイプムーン新作発表ということなんですけども、はい、こちらですね、あの全て吐き出してくださいって言われたんですけども、うん、全部吐き出すとですね2時間経っても終わらないんで、あ、本当に、じゃあ短くまとめてくださいかいつまでいきますということで、はい、タイプムーンというゲームメーカーのブランドがありまして、はい、これが成り立ちで非常に面白くてですね、シナリオライターの那須きのこさんが、うん、昔同人で小説を書かれてたんですが、誰にも手に取ってもらえなかったと、うん、じゃあ読んでもらうためにはどうしたらいいんだろうということで、じゃあゲームにすればみんな見てくれるんじゃないか、やってくれるんじゃないかということで、この中学生からの同級生の竹内さんという方とあのタッグを組みまして、あの実際ゲームにしたものが月姫、え、自分で作っちゃったのゲーム、はい、何それすごいね、友達誘って自分で一本ゲームを作っちゃったんですよ、へえ、なんだろうそれさ、ゲームの、うん、ゲームクリエイターっていうんですか、そういうの分かんないけど作る人、 そうです、そっちの才能もあったってこと、結局あのシナリオなので、まあ、小説家でも今活躍されてるんですけども、もともとその創作文章を書くのは非常に素晴らしいあの才能が、これジャンルは何なんですか、ジャンルはノベルゲームですね、ノベルゲームか、そうなんですよ、そかそか、だから小説をその手に取ってもらえなかったので、あのノベルゲームにしてその形式で読んでもらえたらということで始まったんですけども、その月今実際あのアニメがですね、あのやるぐらいテレビアニメになるぐらい非常にブレイクしまして、でその続編のですねフェイトステイナイト、こちらの方もですねあのメガヒットを飛ばしまして、こちらも当然アニメ化されましてですね、はい、僕本当にリンちゃん大好きなんですけども、あ、すいません余計なこと言って、はい、そんな感じの、ナスキノコさんのブランドのそのタイプムーン、じゃあもう有名なんだ、すごい、そうです、でその実際その売れなかったって言いますか、ですね、手に取ってもらえなかった小説があるんですけども、それがですね幻の作品と言われていて、それがこの魔法使いの夜、それはさ、はい、有名になる前に書いたから手に取ってもらえなかったわけで、別に内容がなんかその月姫とかに劣るってわけじゃないんだ、うん、と思うんですけども、まだそれを見てる人は内部にしかいないんですね、そっかそっか、タイプムーンの内部にしかいないんで、ね、評価は本当にわからないんですが、ただそのですね、今回その、タイプムーンのオクラに眠っていたその昔の作品が今回そういう形で蘇ると、でその月姫の方もその同人ゲームで出されたんで、実際今手に入れるのは非常に新品では手に入れられないんで、そのあたりのリメイクが出ると、へえ、そっか、じゃあ売れるね絶対、売れますよね、で、ガールズワークというのはですね、那須さんではないんですけども、あの非常に定評のあるライトノベル作家の方が参加されていてですね、そのあたりも非常に一気に3本やるんだということでですね、非常にこのタイプムーン好きの僕としては非常に盛り上がりました、ね、一気に出るっていうのは楽しみですね、そうですね、はい、
そんな感じで、ね、今週は以上、はい、3本なんですけども、はい、以上カーズアイをお届けいたしました。カーズラジオ夏子のせ。それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。漫画家曲がりひろあき先生です。どうぞ。こんばんは、曲がりひろあきです。はい、よろしくお願いします。曲がりちゃがないあ、そんな恥さらしな言われた。でも直前までちょっと迷ってましたけど、言おうかなどうしようかなってね。いや多分これ知り合いとか、まあ、仕事の関係の人とかもみんな聞くと思うんで、はい、あ、それは賢明な判断冷やかされますよっていう。はい、曲がり先生といえば魔女っ子つくねちゃんで漫画家デビュー、はい、現在も月刊少年シリーズのウェブサイトで連載中。他にも漫画ライフで良い子の仕事、漫画ライフでいいのか、漫画ライフで桃井春子さんがやっているコラムの冊子を書いています、はい、ってなってるんですが、はい、ここでですね、実はその春子ちゃんからコメントをいただいてるんですね。ので早速聞いちゃいましょうか。おはようございました。なっちゃん、そしてゲストの曲がり先生。カズさんひどいひどい、そんなこと言っちゃダメだよね。桃井まで、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございました、桃井春子です。はいね、なんかカーズ次長、カーズ次長言われてますけど、人気者でちょっとカーズの人気に嫉妬ですよ、桃井はね。ということで私もよく聞かせてもらってます。はい、でも最初コメント非表示にして、次はコメントを出すと、なんかものすごい数のカーズ次長なんで見えない、画像が見えないよみたいな思うんですけども、人気者でいいことですね。あのあと曲がり先生ありがとうございました。あの実は私の番組超ももい、これもねニコニコアニメチャンネルでも聞けるんですが、ここにねなんと私のイラストを送ってきてくださって、これが面白く可愛いイラストで本当に気に入りました。なんかこれから1回と言わず高級的に使っていきたいぐらいの勢いなんで、本当に曲がり先生ありがとう。そしてですね、なっちゃんはこの間ちょっと前ですけど東京国際アニメフェアの時に控え室が隣 で私とさくらちゃんがキャッキャって騒いでいたので、多分隣にいるのが分かったのか遊びに来てくださってありがとうね。またなんかあれだな、カーズさんのカーズラジオ夏子のせいにもね遊びに行けて、みんなで話ができたらなとか思います。あとあれだ、なっちゃんは瀬戸の花嫁の OVA も決まったので改めてよろしくお願いしますね、まきちゃん。ということで、これからもですねニコニコ友達ということでよろしくお願いします。そしてやっぱりカーズラジオの人気に嫉妬な思いでした。はい、じゃあまたゲスト交換とかをしましょう。またね、バイバーイ。はい、ということで、ありがとう、桃井、ありがとうございます。素晴らしいですね、春子ちゃん。可愛らしいですね。可愛い、春子ちゃんほんと可愛い生も可愛いですね、非常に。はい、ということで素晴らしいメッセージをいただきました。どうです先生。いやー、感無量ですね。はい、感無量。全然頼まれたわけでもなく勝手に書いて送っただけなんですけど、はい、すごい喜んでましたね。そうそうそう、はい、まあという先生なんですが、ゴールデンウィーク進行の忙しい中、はい、すごい忙しいよね実は。だってじゃあまあ、あの多分これがアップされてる時には仕事終わってると思うので、はいはい、大丈夫です。なんかね、はい、まあ、締め切りが近いとか近くないとかなんとかっていう感じなんですが、私直接オファーしたんですけども、はいはい、電話でって10秒ぐらいですねうなった後に分かりましたつって出ますって言われて、カーズさんの頼みですから、すみません。しかも夜中電話かけてなまだ5回しか会ってないのに。ああそんなもんですか。今日で5回ですよ多分。そうなんだ、そう今ね聞こうと思ってたんですけど、はい、どういうつながり。まさに今あの桃井さんつながりなんですよ。製麺業じゃないですよ。製麺つながりではなく桃井つながりなんですけども、去年の6月に、これ僕喋っていいの、去年の6月に桃井さんがライブをやられたんですが、はいはい、その打ち上げであの知り合ったのがきっかけですね、はい、あそうなんだ。その後はちょいちょいメールはやり取りして後に、今年から急に仲良くなったんですよね。そうです ね一緒にね飲み行ったりね急に仲良くなったって割にはさ、サニーは先生がさ5回しか会ってないそうそう、いや5回前は仲いいんじゃないのいやちゃんとあのメールとかでちゃんとね、あそうメールとかでは繋がりはコミュニケーション一応あった、はい、会うのはあんまりないっていう、僕インドア派なんで。ていうか曲がり先生自体大変お忙しい方なんで、そんなもないんですけど、はい、いや誘うのね、漫画家さんって誘うの躊躇するんですよ。あでもそれはわかる、わかりますよね。なんかね、まあその辺もねちょっと質問ねあるんで、じゃあ
質問していきましょうかね。はい、はい、ですね、まずマグリ先生が漫画家になったいきさつを教えていただきたいのですが、はい、僕はもともと広島に住んでたんですけど、うん、その時にまあ、2002年、榎本俊二先生という僕が崇拝してるギャグ漫画家の先生がいるんですけど、その人のサイン会が都内某所の書店で行われるっていうことをネットで知ったん で、はい、でそれで僕東京に住んでる友人にちょっとその整理券取ってくれよって連絡したらついでに漫画の持ち込み行きゃいいんじゃないって言われて、でそれでついでに講談社に持ち込みに行ったらうまい具合に新人賞に回してもらって、で次の年気がついたらデビューになってたっていう。すごいね、はい、持ち込みってついで今回兄についてだよね、この再会が本命みたいな感じ、はい、そうですね、すごい、ほらほらだからね、はい、才能がある人はそうなんだよね、いやいやいやポンポンポンっていっちゃうんですかね、これいやいやいや才能があったらオリコンに入ってますよあさっきのね、いやでもすごい、そのじゃあいつから漫画家になりたかったっていうんですか、もう小学校の時からですね。あ、やっぱそうなんだ。ファミ通の編集者か漫画家になりたかった。なんで？なんでファミ通なの？発売前のゲームができるからっていう。ああ、いやーゲームを。いろんな会社のゲーム。仕事にすると辛いと思うよ、あれはあれで。まあ、現実を知るのは大人になってからです、ね。そうですよね。まあね、うん、あ、そうなんだ。面白いね。面白いですね。ファミ通の。子供らしくてなんか一応ファミ通になったら。でもね、わからないでもないすごく。昔、うん、やっぱり小学生ぐらいの時に声優さんになったら、1話には早くストーリーが知れるんじゃないの、先が読める、そうそう、そういう考えあったからね、やっぱ、うん、今は今はいや実際、うん、だってなっちゃうと確かにオンエアされる、なんだろう、ファンの人よりは早くストーリー知れますけど、はい、結局1週間に1回しかアフレコしてないから、ね、結局毎週楽しみにしなきゃいけないのは同じなんですよ。そうなんだ、感覚一緒なんだ、うん、そう、感覚一緒だから別にみたいな感じだったんですけどね。なるほどね。はい、じゃあ漫画家になる前の苦い思い出とかってあります？って。いや特にないです、ね、なんでそうだよね、まあ、ついでに持ってってさ、持ってったのがそのまま新人賞になっちゃうんだよ、まま苦い思い出。でも一応僕高校卒業してから岩に行ってるんですよ。あ、そうなんですか。2年間そこ行って、アニメーション学院っていう、はい、の漫画家コースってことですか、はい、でそれを卒業してから1年バイトをやってて、うん、でその後になんか持ち込みに行ったらデビューって感じで。努力はされてるんだな。うん、努力っていうほどじゃないですね。それって例えばそのプロデビューになるまでに、はい、すごい一応何年かあるじゃないですか、はいはい、専門学校行って1年バイトしてって、うん、その間なんか大丈夫かな自分みたいなのはなかったんですか。まあ若いからまだ大丈夫でしょうっていう。あ、でもその方がうまくいくなんかも ね、なんか肩の力抜いて自然体でやったのがやったのが良かったのかもしれないですけど、逆の問題ですね。漫画家になってプロとして必要なことって、まあ、締め切りを守るですね。あ、重要、うん、社会人としてみたいな。編集との信頼関係が大事です、ね、やっぱり人間関係とかは大事ですか。でないとゲームの貸し借りとかできないですからね。担当友達でいいじゃん。あ、僕の担当さんは僕とためなんで、はいはい、だから結構話が合う。それでもいい。あ、でも私ちょっと聞きたかったんですけど、はいはい、担当さんってやっぱり重要だったりします？僕今までとりあえず1回しか担当が変わったってことないんで、そこら辺はちょっとまあ分かんないんですけど、まあ今の担当さんじゃないとできなかった作品っていうのはやっぱありますね。あるんだ。なんかねちょっといろんな漫画家さん の、 後書きみたいなところで担当さんエピソードみたいなの書かれる方多いじゃないですか。それをね、それを見てるとなんかその新しい担当さんのことは書いてるんだけど、前の担当さんのことを書いてなかったりすると、あれなんかいろいろ折り合いとかあるのかなとか、なんかこう深読みだけど、なんか今の人とはなんか気が合いそうでね、なんか楽しく書かれてるんだけど、それまでの人はさ一回も書いてないと、あれこれ前の人とあまり合わなかったのかなとかさ、いろいろ考えちゃうな。私事情があって新しい担当さんに、そうそうそう、いや案外普通に会社の移動とかで問題だと思うんです。まあ ね、うん、移動でどうしてもね担当が変わっちゃうとかいうのはあるだろうし、僕の前の担当さんは今ヤンマガの偉い人になってます。あ、そうなんだ。このね、はい、つくねちゃんの本が出たんですけども、はいはい、これに座談会って言いますかね、はいはいはい、ありますけども、うん、まあいい扱いされてますよね、そう2人の担当、前担当と現担当に。あ、まあね、でも楽しくやってますよ。楽しい雰囲気は伝わってくる。はいはいはい、なるほどね、はい、漫画家さん
のスケジュールのことについてちょっと質問したいんですが、なかなかね、まあ、表だってこう出ませんが、まがり先生の1ヶ月のスケジュールっていうのはどんな感じですか？特に決まってませんね、やっぱり。でも連載ですから、ある程度の締め切り日があって、そこからあると思うんですよね。そうですね、まあ、締め切り、まあ、月刊連載なんでバラバラなんですよ、やっぱり。だからあんまり集中してそういうなんか締め切りが襲ってくるっていうことはないんで、だからそれが終わったら次ちょっと休んでまた仕事みたいな感じの、そのサイクルですね。よい子の仕事とつくねちゃんが交代交代にやってくるんですか？そうですね。なんか私のイメージだと、はい、まあ、書き終わって締め切り終わりました、次まで休みますってなるけど、うん、結局次のネタとかにネタとかを考えてて、はいはいはい、なんか結局精神的には連載が終わるまでは休まることはないんじゃないかって。そうですね、あ、やっぱそうなんだ、はい、なんかねそういうイメージがあるんですけど、いつも考えてますよ。なんかですよね、常に心の片隅で風呂入ったシャンプーしてる時とかでも、ね、そうそう、うん、だから例えばじゃあまあお休みになったんで、うん、じゃあどこかに出かけましょうってなっても、うん、何かあると あれネタに使えるかも、あれできるかもっていう目でこう 見るのかなって考えると、うん、どこも休まってない、休めない精神的に。だから、ね、映画とか見に行っても、はい、やっぱなんか作家の視点で見ちゃって、あで自分ならこうするのにって、こうした方が絶対面白いのにっていう、なんかツッコミを入れてしまう自分がいて、なんか普通に楽しめないっていうのがあります。あ、分かる、それはプロのとしての辛いところですね。それは分かる。私まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、はいはい、映画やっぱり見に行って、はい、私吹き替え見れないですもん。自分だったらここのお芝居こうしてたとか、この先輩のこのお芝居超素敵とか、もう仕事目線で見ちゃって、全然なんかねストーリーに集中できないんだよね。だから私は絶対字幕で見る、字幕で見るようにしてるんですよ、ストーリーをちゃんと見たいときは。それで役者さんのお芝居に注目したいときはもちろん吹き替えも見ますけど、基本的にはもう DVD になってからチェックしたりとかしますね。なんかだからやっぱ見ちゃいますよね、そういうプロの目線で。近い業界になっちゃうと辛いですね。知ってる人が声やってるとその人が出てきちゃうとか。全然見れない。何々ちゃんじゃん、何々くんじゃんみたいな、そんな感じ。じゃあ上田香菜さんだったらもう、あ、カネちゃんカネちゃんみたいな。あ、カネちゃんここ、モーハンと同じ声出してるみたいな。まあでも本当そんな感じになりますね。なるほど、本当に。はい、はい、漫画のネタ出しってどんな時にするんですか？まあどこにでもできますから。思いついたら携帯とかで自分の PC 宛てにメール送ってとかやってますね。もうこれ気になってるんですけども、はいはい、天然系のキャラが非常に多いじゃないですか。そうですね、で割とシュール系なオチだったりするんですけども、はい、このあたりってどういうことから生まれてくるもんなんですか？すごい気になって、まあ結構シュールなギャグ漫画なので、うん、自然とそうなってしまうというのは。いやでも日常生活の中からなんかヒントがあったりとかするんですか？いや別に。こういう漫画描こうと思ったからこういう風になってるだけであって。へ、はい、なんかそのあたり才能ということですよね。いやそんなこと言ったらまだなんか叩かれますから。またコメントまた。努力の結晶ですみたいな。あ、そうなんですよ実は。編集お願いします。ニコニコ笑って大きいみたいな感じ。天然ね、天然が多いんだ。そうですね、キャラクターの造形についても聞きたいんですけども、はい、つくねちゃんとか例えばどういう形で生まれたキャラクターなんでしょうか？実はつくねちゃんっていうのはもともとその連載とかよりも前に、僕が高校生の時に、うん、授業中に僕不真面目な生徒だったんで、うん、授業中にノートに漫画とかを書いてたんですよ。その時のキャラがなんですよこれ。ごめん、私も同じことしてた。似たもの同士だ。なんか私歴史のテストの時に、うん、絵をテスト用紙に書いて提出したら、それに点数もらった人だった。うまかった。なんかね、お前なんかがそのテストも、うん、まあ一応受けたんだけど、半分以上よくわからなかった。で白いからなんか白いところ埋めようと思ったら、まあほら100点の人にさ点数あげちゃうと105点とかなっちゃうけどさ、点数が低い人に5点や6点あげてもさ別にって感じでしょ。それ温情というか同情ですよ。それ同情でくれて、その後でノート提出っていうのがねうち学校あったんですけど、はい、ノート提出にもいちいち、うん、例えばさ、うん、なんだろう、なんだろう、蘇我のイルカとかさ、そんなかこんな感じみたいな感じ書いて提出したら、それにいちいち点数くれ。味しめちゃった。一回やって。
同じようなことやってた、うん、それが原型となってるわけですか。そうですね。てか有松つくねちゃんのコミックスに収録されてますよ、高校時代に書いたやつが、はい、その時のがちょっとだけだいぶ違いますよね。そうなんだ、あれは完全に鉛筆書きをそのままスキャンした感じ。そうですね。まだ残ってるのがすごいね。でもそれ、そうですね、まだ残しちゃったんだ。広島から持ってきた感じですか、あれは。そうかそうか、うん、今までで一番面白かった話を挙げるとしたら。いやでもそれは読む人次第じゃないですか。あ自分的にこれはこれいけてるなっていう話はないんですか。あいやそれは全部って言った方が。あやっぱね、今つくねちゃんってウェブでもやってるんですよ。インターネットで新作、うん、カラーページで読めるんですね、はい、しかも2回に1回がですねフラッシュと言いまして、うん、ゲーム形式になってるんですよ ね、 そうですね。これすごい面白くて、例えばウォーリーを探せ的なゲームになってたりするのがあるんですよね、うん、はい。あのあたり非常に凝ってるんですけども、はい、あれフラッシュはマガリ先生作られたんですか。はい、もう手作りです。手作りですか、フラッシュを、はい、すごいですね。まあそういう知識全然ないんで勉強しながらって感じですね。すごい、もう多芸ですよ。私サジ投げた女ですからね、パソコン系は。すごいな。大したことはやってないんですよ。いやでもね、フラッシュゲームってプログラミングに近い部分あるんですよ、はい、あれって。だからその辺のこともやられてるから、うん、独自で勉強したってことですか。まあ、勉強っていうか、まあネットで知った情報とかをちゃんと使ってみたいな。すごいね。絶対無理だわ。私は無理みたいな。無理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 。やる気もないけど。やる気もないけど、でも無理かも。無理ですか、うん、難しいですよね、うん。やっぱでもこれからはそういう漫画が出てくる時代になっていくんじゃないかなっていう気がしますね。紙媒体ではもう限界がやっぱ近づいてるというか。確かに、はい、そのフラッシュでマルチエンディングになったりするんですよ。エンディングが変わったりするんですよ。ゲーム、本当にゲームみたいですね。ゲームみたいになってて、で20話でしたっけ、2点3点するオチがすげえ面白くて爆笑したんですけども、ハッピーエンドに行ったと思ったらみたいな。普通のページに、そうです、普通のページなんですけども、最後途中まで行ったらなんかもう最初からオチが見えてて、 そうですね、そのオチに気づいて、そのオチが爆発してるんですよ、家が。でそのオチを回避するために前のページに戻ってなんかやったりとか。ゲームだね、もう完全に。インタラクティブ性がすごい高くて、確かにあれはもう紙媒体ではできないウェブならではの仕掛けなので非常に面白かったなと。やっぱ効果音とか入れるとやっぱ変わってきますしね。あれですよね、でも今ある会社さんではそのなんだろう、絵をパソコン上で出してそこに生産が声を当ててみたいな感じで、パソコン上っていうか DVD、うん、DVD にして、だから全くその単行本に載せてる絵に、絵がもう画面に出てそこに声が出るみたいなシステムの CD ドラマでもちょっと違う、絵がそのまま DVD で再生で出るんで、だからもうこれほぼ色がついて効果音が入って、効果音も入ってるんで、アニメーションと変わんないよねって言いながら私たち声入れてたりするんで、だからそのね、今先生がやってるようなことに声を入れたら完全にそれと同じことになるみたいな、ね。まあ、実際入れてもらったこともあるんです。あ、そうなんだ、はい。漫画とアニメが近づいてるんですか、これ。非常に面白いですね。てか変わったことやりたいだけですね。確かに目立ちますよねって感じで。でも、ね、ちょうどこれがアップされる週かなに僕またそのつくねちゃんウェブが更新されるんですけど、はい、それで桃井さんに声をやって撮った作品をアップする予定です。はい、声が入るわけですか、はい。アニメっぽくなりますね、より。ますますね。ね、楽しみですよ。はい、はい、ということでそろそろ。お別れの時間になってまいります。はい、はい、最後にですね、マガリ先生から、お知らせとですね、漫画家を目指すまたは漫画家に憧れているファンの皆さんへメッセージをお願いしますということなんですが、はい、最初に触れられましたけど、はい、現在講談社の月刊少年シリウス、これ毎月26日発売ですけど、魔女っ子つくねちゃんゼロっていう、魔女っ子つくねちゃん の、 過去の話、ちっちゃい頃の話っていうのを今やってるんですけど、それとあと少年シリウスの公式ウェブサイトで、まあ、じょっこつくねちゃんウェブ、はい、竹書房の漫画ライフ、これ毎月17日発売 で4コマ誌なんですけど、それ良い子の仕事という4コマ漫画、あと日経ドラッグインフォメーションという書店流通してないのでほとんどの人が読む機会ないんですけど、はい、薬剤師向けの雑誌があるんですけど、それで4コマ漫画を書いてます。どうやって見れるんですか、それ。それは薬剤師になっていただいて、薬局屋さんにバイトするぐらいじゃダメなんですか。いや、その薬局の人に頼めば多分読めるんじゃないかな。すごいね。すごい。それは薬剤師ネタ？
そうですね、まあ、どんどん変わってきてますけどね。薬ネタ、薬ネタすごいね、まあ、僕全然そういう知識ないんで、全然関係ない漫画書いてますけど、大変だね、いろいろやってらっしゃるんですね、はい、でつくねちゃんとよいくんの仕事は単行本出てるんでよろしくお願いします。はい、あ、でですね、あの漫画家をですね、はい、目指す皆さんがいると思うんですけども、はい、あの漫画家に必要な素養とか努力とか、うん、こうすればなれますとかありますか、曲先生なり哲学は。いや、絵と話が描ければ誰でもなれると思うんですよ。今 の, あの雑誌がいっぱい、ま、あります、うん、ありますよね。あって、でそれで、デビューするチャンスはいっぱいあるんですよ、やっぱり、はい、うん、だからネットでなんかアップしててそれを目つけられて、うん、普通に商業誌でデビューする人も多分もうどんどん出てくると思うんですけど、で夢を叶えることよりもその夢を維持する方が大変なんで、あ、はい、漫画家になるのは比較的たやすくても漫画家になり続けることは大変ということですか。そうですね、だからそれを肝に銘じて挑んでいただければ、うん、でも具体的にどうすれば絵が上手くなるのかとか、どうしたら面白い話が作れるのかって話ですよ。僕が知りたいです、はい、だってやってるじゃないですか。いや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 、僕はまあなんか、うん、気がついたらデビューしてたっていう稀な例なんで、はい、あとは締め切り守れよってことですか。そうですね、うん、なるほどね、はい、はい、そんな感じでですね、今回は漫画家の曲弘明先生にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。はい、どうも。カーズラジオ夏子のせ、カーズラジオ夏子のせ、そろそろエンディングの時間になってまいりました。番組ではリスナーさんが寄せてくれるコメントの他に直接メールも募集しております。はい、コーナーは以下の通り、番組への感想、気になるニュースはふつおた、皆さんが今ハマっている動画はニコニコルーム、番組で扱ってもらいたい商品は真剣遊び場、アドレスはすべてアルファベットの小文字で kaarzu@nicoanich.jp kaarzu@nicoanich.jp です。はい、はい、そんな感じで今日は曲先生にいらしていただきました、はいはい、ね、私昔漫画家になりたかったから面白い話できるとへーみたいな。でもさ、意外に淡々としてるよね、はい、曲先生って。そうですね、誰でもなれるんじゃないですか。なれねえよ無理無理みたいな無理だよっつうのね。あの辺の自然さがなんかね、なんか、まあ、でもあの肩のね、あ、肩のなんかこう力の抜け具合というか、 そうですね、それがこう制してというか、いや漫画家になり続けるからにはやっぱりああいう感じで自然体でやっていかれる、ね、やっていくのが一番いいんじゃないかという、ね、なんとなく作風のシュールさとですね、本人のこのナチュラルさがですね、非常に合ってるような感じが、本当に淡々としてるよね淡々としてることですよね面白かったですけど、面白かったですね、はい、はい、そんな感じでですね、はい、まあ、第5回そんな感じだったんですけども、うん、次回はゲストをお呼びしております、はい、次回はってか次回もね、次回もか次回ですね、あの、はい、モザイクウェブさんを、はい、あのお招きしたいと思いますんで、うん、ご質問ですとかいろいろメールをお待ちしております。はい、はい、ということでこの時間のお相手はカーズと渡里夏子でした。また来週。